ふんふんふん。実家のふん。でもこれでちょっとね、安心した。この間熊だと思ったけど、鹿だった。ね。あ、ここもこれ、土台ができてるから、ここにも家があったんだね。確かこっちに神社があったような気がしたんだよな。あれかな？あった。あったあった。あれね。ここにお墓があるんですよ。ここに。これ登っていくのはちょっとあれだよなーっていう話この間してたんだよね。今回はこっちから行きましょうか。さすがにね、お墓は登りたくない。え？空洞。怖いな。下空洞だよ。響くもん。怖い怖い。ズボって言ったら終わりやんね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ夜来る人いないだろう、こっちね。この神社はね。神社というのか、お堂というのか、わかりまへん。けども。頼むわ。三度目の心臓を治してくれ。三度目の手術で終わりにしてくれ。お願いします。っていう願いを込めて、決めてみました。目的はこれ。それもそうだし、仕事復帰をさせてくれというね。まあちょっとめんどくせえなっていう気持ちもあるけども、そういうのも取っ払わさってもらって、3月から、こう、仕事復帰させてって。で、うちにちょっと、仕事に、いや、前みたいにやりがいが持てるように、ね、させてください。今もう全然もう、女性に裏切られて、やる気なしモードになっちゃってんで。ねえ、お願いしますよ。この間は、うちが置いてったお賽銭がない。まあ、ごめんね。今日ね、お金ないんで、1円しかないですよ。願いが叶ったらまた来ようかな。お願いします。白岩の、これなんですかね。今度は、鉄連れてきますから。ね。寒い日に来ます。暑い日だとし、ね、熊が来るんでね。その辺はちょっと、了承してください。というわけで、来年か、な、10ヶ月後か来年ぐらいに来ます。とりあえず、うちにやる気を与えてください。よろしくお願いします。もういいっすわ。あの人はもういいっすわ。あんなに、未だに放置されてんだから別に。放置されてさ、ツイッターで楽しんでんだったらもういいっすわ。少しは心配せえ。全然心配しないじゃん。やっぱり気のせいかなと思ったけどそうだったんだよね。さてどうやって登ろうかな。向こうから行くとお墓だしな。あそこのお墓は何だ？管理されてんのか？されてないよね、あれね。お花とかも置いてないしね。さあ、山下りましょう。これ何？何の跡これ？鹿が食った後じゃないでしょ。傷つきじゃないでしょ。拳銃でもぶっ放した。
ちょっと広いとこ行って軽く休んでおります。もうせっかく一人なんで愚痴りながら降りたいと思います。こういう杉林をこうやって歩っていくと、なんか田舎、うちの地元の田舎を思い出すよ。裏山のうちの地元の田舎もこういうところがあってさ、真下が防空壕とか古墳になってて、今のうちが歩ったらズボって沈んじゃうんだよね。一度そこも昼間ね撮ってみたいけどね、昔夜撮ったけどね、それは前のチャンネルなんでね、前の蒸発のやつのチャンネルなんでね。女運悪くね、マジで。最初の彼女が亡くなってなかったらこんなことにはなってなかったって。一応神社は神社で切りますか。いやー、愚痴っちゃいかん青空。あそこに初代大統領やら何やらがこう、ね、顔掘られたらなんかそれっぽくなるよね。この辺の電線は生きてんのかな？もう死んでるよね、多分ね。多分これ電線ずっと伝ってったらさ、隣の集落まで行きそうじゃない？ね。さすがにちょっと、ここから30分、40分かけて歩って峠越えるのは、死ぬんじゃないかな。一人だからね、ストップかけてくれる人いないからね。うち本当に極限の痛みにならないと気づかないから、あれこれもしかすると痛いんじゃないのっていう感じになってる時あるから、本当にちょっとぐらいの痛みは気のせいかなと思って、もうそのまま行っちゃうんだよね、なんでも。だから怪我するんだよね、大怪我ね。よだれ止まんねんですけど。さっきね、車で上がってきた時ハイキングの人がいたのよ、一人。その人こっち来るかなと思ったんだけど、なかなか来ないね。ここいいな、落ち着くよ。心臓完全に治ったらもう一回来たい。人来たかな？気のせいかな。あ、なんだあれは。なんか見つけてしまった。この間あんなのあったっけ。なんか怖い。これ土砂が崩れる前の写真が見たいな。ここちゃんと家が建ってる感じの。あれはなんだ、あんなのあったっけ。これこの間の地震でまた崩れたんじゃない？だってあんな炊飯器なかったよ。ということは今うち地震あったら土砂に巻き込まれるの？やった。そんなのやった。あ、上に電車走ってんじゃん。ほれ。あ、違うか、あれトロッコか。あんであそこに家があるんじゃん、赤い。わかるかな。でもあれ綺麗だな、使われてるっぽいな。トロッコ駅かな。あそこまで登る元気はちょっと今日はないな。上に結構縦看板やらいっぱいあるから、多分私有地ですって書いてあるのかな。
多分あっちに上に登る祠があるから、あそこから様子は伺えると思うんだけど。いいですわ、今日は心臓きついです。でこの炊飯器はこんなところに転がってなかったです。ということは上から転がってきたんだよね。あの赤い家か、覗きたくなったな。ちょっと、はいはい、すいませんすいません、カラス、カラス、あ、使われてるね。ワゴン車が止まってるもんね、向こう側に。わかるかな。多分使われてるのかな。登る勇気なし。無理無理無理。もう私には下る心臓しか残ってないです。くだらない話ばっかりしてるけど、黙っちゃうとなんか一生ここにいたいって感じになっちゃうから喋ってます。手術2回で済んでくれよ。もうぼやくよ。やだよ、あの苦しいの。本当に若い人絶対、だいたいさ40代さ前半でさ、こんな病気になるのおかしいって。まあ6月の時はね。あ、これラジコンよ。動く？動かない。そうか、6月の時はさ70キロぐらいだったんだよ、体重。そりゃ急激に90キロまで上がったらね、心筋梗塞も起こすわね。その前から前兆があったからね。まあね、すっぽかされたらムカついてドカ食いするっていうのを繰り返してたらそりゃ太るわな。うちもうね、イラつくと飯食うんだよ、昔から。いっちゃけんなーと思ってさ、もう肉ガー食って、ご飯2合ぐらいがいてガー食ってさ、それから刺身ガー買ってきて、ニンニクすりおろしでガーやって、ご飯3、4合食うからね、1回の食事で。それをすっぽかされるたんびにやってたら、そりゃ太ります。間違いない。チョコレート2袋とかもやってても、もうやりましたね、刺身食った後にそれ。あ、やべえな、ここ。マンホールだ。あー、ダメだ。これ、下水だ。ここ、危ねえわ。これ、知らない人が落ちたらまずいから。浸しときます。危ないっすよ。ガチャ言ってもわかんないだろうな。うん、あ、こっちは何もなかったんだっけ。この木がね、乱雑になってなかったらここも結構いいお宅だと思うよ。庭になっててね、多分こんな風に崖ガチャーになってるけど、今当時はそんなことないと思うんだよ。なんか手作りの柵とか作ってるような気がするんだよ。今思った。で、物干しが俺ここしかないじゃん。あと一本どこなの？崩れちゃったのか。はあ。やっぱり上あるな。これトロッコ。やっぱトロッコか。トロッコの駅か。そっか。うん、誰だここで青缶したの。羨ましいじゃないか。いいけどね。
で使って、あそこの物干し竿のところまで、そんなわけねえよ。そんな長いの。ああ、根がしびる。やっぱりここの景色がいい。まあ、とりあえず目的の神社行ったから、もうここはね、今日はもう用はないんですけど、せっかくなんで、下るのは、あれこれ、あれ人形とか入ってるケースじゃないこれ。怖いから、触んないけど。下るのは、そんなに心臓は負担かかんないの。膝に負担がかかるだけなの。なんで、せっかくなんで、このまま撮ろうか。長くなっちゃうな。一回止めるか。